試合お疲れ様でした。ありがとうございます。どうでしたか今日は。そうですね、本当に初めての公式戦ということで、まず勝ってたことが一番大きかったなと思ってて、こういう状況でコロナということもあって試合できたことに本当に感謝しなきゃいけないなとは感じますし、その中でチームが一つとなってコロナがあってよかったと思えるように、最終的にそんなチームになれるような行動を一つ一つしていきたいと思います。まあ明日も試合があるので今日しっかりリフレッシュして全力で臨めるように頑張っていきます。頑張ってください。すみません、ありがとうございます。あ、黒木選手、龍二選手、ちょっといいですか。はい、どうでした今日。テーマやっぱ楽しかったですね。楽しかった、まあ、勝てたんで良かったんじゃないですかね。はい、はい、ということでなんか映せって言った割に全然喋んない黒木選手、恥ずかしいです。恥ずかしいですか。じゃあお疲れ様でした。